よろしくお願いします。目黒蓮の前でダンスを踊る杉野陽介。かわいい、微笑ましい。失礼します。杉野陽介と目黒蓮、奇麗な芸能の友、私も大好きです。杉野陽介、草なぎ剛との罠の戦争が終わり、大きな話題です。松本潤主演 NHK 大河ドラマどうする家康でもいい味を出してますね。そんな杉野氏といえば、表情も水浴であります。表情2で目黒蓮との出会い、木村拓哉主演の表情2で共演した杉野陽介と目黒蓮、2人はすぐに意気投合したと。そしてこんなエピソード。撮影の合間に杉野氏が目黒氏に踊りを披露したそうで、なんと杉野氏がスノーマンのダンスを練習して目黒氏の前で踊ったそうです。すごい素晴らしい絵図ですね。目黒蓮氏、目々は笑い出して笑顔で見ていたという一幕。これには可愛い、微笑ましいという声が続出しましたね。まあそれはそうでしょう。フジテレビ月9ドラマでスタートします。教場ゼロ。これに先立ち教場2再放送されますね。これは注目であります。ジャニーズ、スノーマン、目黒蓮、杉野陽介、極上のイケメン模様。ありがとうございました。お願いします。失礼します。